大防止の措置が取られ、徐々に発症者が減少し、現在はほぼ感染者の発生がないという状況まで確認をされているということであります。そういう意味においては隔離が有効に行われてきているというふうに思います。感染拡大防止に向けた政府の取り組みについてはこれまでも説明をしておりますように適切であると思っています。その上で政府としてはこれまでも在京各国大使館等への説明会や在京外国プレスへのブリーフングを行ってきているところでありますが、引き続き政府の取り組みについては在外大使館等を通じて内外に丁寧に説明をしています。